皆さんこんにちは。こんなつまらないチャンネルいつもご覧いただいてありがとうございます。で、今日はドラマーなのにギターエフェクターですね。ボスの GT1、 これでだいたい布袋さんのサウンドに近くなるかな。あと、サムライシンジさんもこれ使ってるらしいですね。で、その、あと、これが、ちょっと裏技で、EP ブースターっていう、やつなんですけど、これですね。布袋さんのクリーンサウンドとディストーションの間の中間点の、濁ってもない、クリーンでもないっていう音にこれをかますと、すごいいい味出してくれます。今回の今日の、マスエイジっていうやつでも、使ってます。で、今回買ったのがドラマなのに、ベースの、ベースコンプレッサー。これもボスですね。これを今日から挿してます。によって低音がちょっと前に出てきて、ドラムとの分離がちょっと出てきたかなっていう感じです。まあ、できれば、スマホでお聞きになるんじゃなくて、ちゃんとしたスピーカーで聞いていただければわかると思います。それでは、どうぞ。Wish out.